平野紫仕様だけじゃない。金プリ高橋山もデビュー時に語っていた海外展望。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズチェックに連日性を出すジャニオタ二人がアイドル誌を眺めながらよもやま話をダベリ中。ビ b 永遠の29歳。 人生の半分以上をジャニーズに捧げている、ジャニオタれき20年長の芸能ライター。今一番気になるアイドルはキスマイフとニキタヤマヒロミツ。シーコ、永遠の35歳。デビュー組からジャニーズ JR に降りた月刊誌編集者。好きなアイドルはフレッシュな子。岩橋玄樹、キングピンスデビュー時のコメントがやるせない BB キングピンス以下。 キンプリの二人体制がついに始動したね。5月22日をもってキシユ神タ、ジング平野ユータ、が脱退して、残る高橋海と兄長瀬角がニューシングル、何者、6月21日発売を音楽番組で披露してるけど、まだ心の整理がついていない人も多いんじゃないかな。 シーコ、岩橋源氏が2021年3月末に脱退して、ようやく5人の金プリに慣れてきたファンもいたと思う。金プリが好きだからこそ、以前の姿を追い求めてしまうのは仕方がないことだよね。BB、そんな中で、A ジャネレーション、23年7月号6歳者、以下、J ジェネ、の金プリ特集も第3弾を迎えたよ。ほら、見てから。 表紙が斬新なデザインでさ。グループを離れた三人の背中を捉えたカットがメインで使われてるのよ。メンバーカラーの衣装を着ているんだけど、平野が岸く君の肩を抱いて、くっついてる瞬間で。シーコ、アイドルのバックショットを表紙にするって、他のアイドル誌では見たことないし、チャレンジングだよね。とはいえ、写真がメインの、ジェージェネ、だけに。 ちゃんとメンバーの顔のアップも上部に配置していてさすがだわ。BB、今回は、キングプリンスオル、さんから永遠の絆から、と題して、18年の CD デビューから、彼らの足跡をたどっていく内容なんだって人流児と平野は5月22日付でジャニーズ事務所を退所したけど、まだ1ヶ月も経っていないのに、すごく久しぶりに姿を見るような。 不思議な感じ。シーコ、目次のページだと、平野がパーティー用の花のサングラスをかけておじゃらけているね。その様子を見て、騎士んが大笑いしてる。今見ると、切ない気持ちになっちゃうな。ビービー、キンプリのコンサートって、こういうお楽しみタイムでコントや寸劇みたいなのをするパートもあったんじゃなかったっけ 今後、二人体制になった金プリがどういう見せ方をしていくのか、興味あるなから。C コ、今月もデビュー時の写真を大放出しているから、元メンバーの岩地がたくさん写っているね。前半のテキストは、18年1月のデビュー会見の発言を振り返ってる。金プリのデビューに際して、 ジャニーズとユニバーサルミュージックがタッグを組んだ、ジョニーズユニバース、ジャニーズユニバースっていうレーベルが誕生したんだよね。BB3 人が脱退した明確な理由は明かされていないけど、特に平野は創業者ジャニー北川前社長の夢でもあった海外進出にこだわりを持っていたと言われているよね。それを踏まえると、15ページの岩地のコメントはやるせない。 外国の方にも通じるグループの名前なので名前負けしないよう頑張ります。原文名前かどうだって。シーコ、いろいろな事情があったんだと思うけど、6人や5人の時のキンプリが海外で活躍する姿も見てみたかったな。それと、18ページの平野による、これまでミスター・キングとプリンスそれぞれ3人が切磋琢磨してやってきましたが、 これからは6人で世界のアーティストにも負けないような意気込みで頑張りたいと思いますという言葉も印象的。BB20 ページを見ると、アマもおこがましいですが、世界で活躍できるよう頑張っていきたいと思いますと話しているから、デビュー時は海外展望も視野に入れていたんだね。 残念ながらオリジナルメンバーでその夢を叶えることはできなかったけど、彼らの努力の結晶である歌やダンスは未来永劫を愛され続けると思う。シーコ、アマ、ここ数年で心情の変化でもあったのかな。二人でキンプリとして活動を継続する道を選んだアマと連レン,レンは、それだけの強い覚悟を持って日本で活動を続けるってことだよね。 それにしても、20ページの写真は、ちょっとミスマッチじゃない、し真面目に語ってるのに、写っているアマは、中途半端にジャンプしていて、顔は満面の笑みという。神宮寺雄太和橋源樹のジグ岩写真も、ー一方で23ページの神宮寺は、ほぼ、カメラ目線だしかなりのベストショットベストショット。まるで、 コンサートで客席にいる自分が人流児と目が合って、時が止まった瞬間みたいな疑似体験ができる、ショー。で、同じ衣装を着ているのに、24ページの騎士君は茶色の短髪で、ちょっと演歌歌手っぽい。シーコ、確かにこういうヘアスタイルの演歌歌手いるよね、ショー。なんだろうジャケットの青と水色のグラデーションが渋さを演出しているのかな ビ b ビーそれと、27ページからは、岩地の写真が続いているよ。特に28、34ページの岩地は、フェミニンでアイドルらしいね。金プリ初期の王子様堂々アイドル路線の時は、岩地のようなキュートな魅力を持つメンバーがいてこそ成り立っていた世界観だったような気がする。シーコ、言われてみれば、キラキラ内緒は岩地が行った時の方が多かったかも。 37ページは、ジグイは、ジンギュ橋の、距離が近いねね。肩を寄せ合っていて、この身長さといい、ジグイはファンは湧くだろうな。あと私が思ったのは、岸くんってシンプルな衣装ほどスタイルの良さが際立つってこと。51ページの上下白のパンツシャツ、白のスニーカー姿なんて、足の長さがよくわかるし、爽やかで素敵じゃん。 ステージ衣装にしてはシンプルすぎるけど、ショービービー、ほんとだ。他の写真だと基本的にゴージャスな衣装ばかりなのに、これは急に予算がなくなったのって疑いたくなるコーディメートだね、ショー騎士君はターコイズブルー系のネックレスをしていて、それが少し華やかさを演出している感じ。シーコ、あ。 でも、隣の部屋を見ると、下のパンツの横にシルバーのラインが入ってるみたい。二人の背後には青い幕がかかっているから、ここは青と白の世界を大事にしていたんだね。18年9月のコンサート帰りに起きた新幹線事件 BB、何気にびっくりしたのは、62ページから新幹線事件に触れていること。18年9月に、 キングプリンスファーストコンサートと2018が宮城県でファイナルを迎えて、本人たちが新幹線で帰郷しようとしてたんだよね。ところが、メンバーを一目見ようと仙台駅に大勢の人が集まって、新幹線の発車が遅れたり、一般の利用客にも迷惑をかけたりと大きな問題になってた。C コ。 当時は殺伐とした現場の様子を捉えた動画が SNS 上にアップされていたよね。普通のアイドル誌ならスルーする事件だろうけど、キンプリの歴史を振り返る上では、確かに入っていて当然かも。どちらかといえば悪いニュースなのに、そこも押さえているのは、ジェイジェネ、ならではだね。ビービー、あと、今まで少年、平野アンナガセ。 で顔が似ているとは思ったことなかったんだけど、7ページや52ページを見ると、顔の向きとかが揃っていて、ちょっと双子感があるというか、顔の下半身、エラ周りがやや似ているのかもまあ、ダンス中だから、ポーズが揃っているのは当然なんだけどさ。長瀬角がシクストーンズ田中木みたい ?19 年の写真がげっそりシーコ、絵から、そうかな でも、81ページは、少年ファンが好きそうな写真だね。ちょっと衣装がはだけていて、体格差がわかりやすい。79ページのツーショットも、マック中なのかそっぽい表情がいいわ。っていうか、この連連すごい華奢頬方がこけてるじゃん。ビービー、顔の輪郭とか足の細さを見ると、ちょっとシクストーンズへの棚かきみたいだね。これ、いつぐらいの連連だろ 86ページでも同じ T シャツを着ていて、ロゴが見えるけど、あ、2019年って書いてある。シーコ、デビュー翌年かから。ネットで調べてみると、この年は4月期の連続ドラマ、俺のスカート、どこ行った、日本テレビ系に出ていて、5月に主演映画、うちの執事が言うことには、が公開。9月に単発ドラマ、フライ、ボイズ、フライ。 僕たち、子始めました、富士テレビ系で主演を務めている。BB19 年のコンサートは7ケラ10月にかけて行われていたよ。リハーサル期間とかを考えると、個人の活動と重なっていたんじゃないかな。仕事が立て込んでいる忙しい時にコンサートをやってたら、そりゃげっそりしちゃうよね。86ページなんて目がうつろで焦点が合ってないよ。C コ。 これ、両手を上げてメンバーと手を繋いでいるっぽいから、コンサートの終盤かな。公演が終わる寂しさがあるとはいえ、それにしても目に力がないよね。こうやって過酷な時期も乗り越えて、キンプリとしてアイドルを全うして、頑張ってきたんだね。ビービー、さっき、少年の双子館の話をしたけど、92ページの平野と岸く君も、どことなく似ていて可愛いよ。 お互いを見合っている横顔が映っているんだけど、髪色も大体同じで、丸っこいヘアスタイルが似てる。C コ93ページの W ユータ、騎士神宮寺も、かっこいいねいいね。今の時点では離れ離れだけど、またこの二人のツーショットを見られる日が来たるといいな。最後のページもまた泣かせるじゃん。ずっと友達で。だって、そういえば、 キンプリは7月2日に初のファンミーティング、キングプリンスをと打ち合わせを開催するんだよね。二人になった姿を実際に見たファンはどう感じるんだろうビ b ビひとまず、今回のボル3で j ジェネのキンプリ特集は終わりみたい。ボル1から続いて永久保存版だったね。ちなみに、刊末の告知によると、 本誌に収めきれなかったキングプリンスの JR 時代から現在までの仲良しショットビレーショットは発売中のキングプリンスコンプリートコレクション6歳者に載っているんだって。ティアラはこちらも要チェックだよ。シーコ、なおジゴのジェージェネワスノーマンから安倍良平、宮舘良太、メグロハスを特集だって。8月号も楽しみだね。って。